鷹の祭典6連敗、直近15試合1勝14敗。ソフトバンクが恒例イベント鷹の祭典で5連敗スタートの昨季に続き、今季も初戦から3連敗。今年で18年目の同イベントは昨季から6連敗、3連敗で終了した21年を含めると直近15試合で1勝14敗という惨状だ。わい、鷹の祭典、言うても5勝10敗ぐらいやろう。ソフトバンク、鷹の、さあい、天6連敗、18年目の恒例イベント昨季から直近15試合1勝14敗。呪いかな。ユニフォーム配るイベントか。来年はそろそろ勝ちどきレッド来そうやな。想像よりはるかにむごい。祭典やめたら優勝できるやん。どん底だった西武に連敗はやばいやろ。オリックス、楽天に破壊されるも西武にゃんに癒される。鷹、楽天西武にゃんに破壊され続ける。浅村、アムーソフトバンクに呪いかけに行くらしいよ。結構やばいな。打ててないイメージもないんやが。西武と楽天でパリーグをボロボロにしてやろうぜ。ハムさんは？ハムさんは独自の戦い。なぜか勝てないんよな。客が入ると勝てなくなるんか。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。